ギニア油ヤシは、パーム油の主要な供給源である、ヤシカの種である。アフリカ西部、南西部、特に、アンゴラとガンビアの間の地域が原産である。種形容後のギニーンススは、国名のギニアではなく、その地域の名前である、ギニア地域に由来する。油ヤシは、赤道20度以内の熱帯地方、中。パーム油は、本州以外にも禁煙種のアメリカ油ヤシ。 桃園のマリパヤシからも採取される。紀元前3000年のエジプトアビドスの破壊石からパームオイルが発見されている。これはアラブの貿易商によってエジプトにもたらされたと考えられている。アフリカンオイル、パームオレイスギニーンススはアフリカのギニア地域を原産とし、1763年にニコラウス・フォンジャーカーによって最初に描かれた。1848年に ドイツ人によってジャワ島に1910年にはスコットランド人ウィリアムシメトイギリス人銀行家ヘンリー・ダービーによって当時イギリスの植民地だったマレーシアにオイルパームが導入された。1961年に西アフリカで育った本種がナイジェリア東部からマレーシアに運ばれた。ナイジェリア南部の海岸は商品の取引に訪れたヨーロッパ人によって ザパームオイルコーストと呼ばれていた。この地域は、後にザバイトオブビアフラと解明された。伝統的なアフリカの医学では、植物の様々な部分が、下剤、利尿剤、林病、月経放散通及び気管支援の治療薬、頭お及びリウマチの治療、早々の治癒促進、皮膚感染症治療、下毒剤として使用されている。果実のパルプと核の両方から、 油が抽出される。果実1 0 0ラムごとに一般的に2 2ラムのパーム油および1 6キログラムのパーム角油を抽出することができる。世界的な生産量は国別生産量主位であったマレーシアとインドネシアの生産拡大により右肩上がりに拡大し続けており、2000年代にはインドネシアが主位となった。 その一方で無秩序なヤシエムの開発と劣悪な労働環境が問題視されるようになっており、2013年9月11日、スポによってパーム油の認証制度が設立されている。新近万年竹属によって引き起こされたベーサルステムロットは、マレーシアとインドネシアで最も深刻なヤシの病気である。以前の BSR に関する研究は、 人工的に油やしに真菌を感染させなかったため発展しなかった。万年竹属は BSR と関連していると考えられたが、その頬の過程を確信させる病原性の証拠は根に摂取することによって、またはゴム製のブロックを使用することによって1990年代初期に確認された。 油ヤシの発芽した種子に摂取することによって、心筋の病原性を試験するための信頼性の高い、迅速な技術が開発された。この致命的な病気は、植え付けサイクルを繰り返した後に80%もの損失をもたらす可能性がある。万年竹属は感染した木部を分解する酵素を算出するため、ヤシの上部への水や栄養素運搬に深刻な問題を引き起こす。 感染した茎ははっきりとわかる。感染したヤシの茎の断面は腐敗組織の明るい茶色の領域として現れ、その周囲の境界には不規則な形をした暗い帯が見られる。感染した組織は開白色の粉末になり、立っている木は空洞化していく。ありがとうございます。